平です。今日ですね、こちら、今逆光でちょっと見にくいんですけどね、今ここわかりますかね、志村三丁目駅にいるわけなんですけどね、今日はね、三田線に乗っていくわけなんですけどね、三田線の終点、西高島平までね、行くわけなんですけどね、今日はですね、とある路線と直通しようと思ったが、結局直通せずに終わったっていうね、とこまで行きたいと思います。大きなですね、3020系が今志村三丁目駅を発車しましたね。この3020系はですね、3本しかなくてね、なかなかね、レアな車両となってますね。なんとここでですね、急遽動画、ね、回したんですけどね、今放送でね、試運転列車が回りますって今放送がかかったんですよね。そこで急いで動画撮ってるわけなんですけど、こちらなんとね、6500型をね、試運転列車がね、やってまいりましたね。これはですね、確か5月14日にね、デビューするね、三田線の新型車両ですね。まさかね、新型車両をね、試運転がやってなんて思いませんでしたね。これ本当はね、一眼で撮りたかったんですけどね、僕、3020系の方を注目したんでね、一眼ではね、撮ることができませんでしたね。また、いつかの日に一眼で、ね、撮っていきたいと思いますね。残りね、6500型ってことでね、これはね、確かね、235系をベースに作られた車両なんですよね。今ホームがはみ出してるわけなんですけど、三田線はですね、6両編成が限界なんですよね。こちらの新型車両はですね、8両編成ってことでね、両数がね、2両増えることになりましたね。これはですね、来年の春に、直通する、その相鉄とのね、直通のね、関係でね、8両編成にしてるわけなんですよね。今からね、やってくる車両はですね、東急のね、3000系となってますね。こちらの車両もですね、相鉄とのね、直通運転もね、可能となってますね。6300やってまいりましたね。こいつもなんか廃車が出てる車両ですね。こっちも6300ですね。しかもスカートなしのやつ。いただきました。開いてない。学生ではないけど、開いてない。西田駅に到着するわけなんですけどね、下はですね、三田線の、ね、車両基地となっていますね。で、そこの車両基地の上にですね、なんとね、これもまたすごいんですよね。今出発したところなんですけどね、はい、こちら、わかりますかね、実はこれ、マンションになっているわけなんですよね。これね、本当にね、車両基地の上にマンションが建っているっていう、この面白い車両基地になっていますね。この三田線の車両基地はですね、志村車両センターっていうのかな、まあ多分その辺の名前だと思いますね。6050型だったり6300だったり停車するような車両基地ですね。で、ここからまた線路が増えてきましたけど、これはですね、志村車両センターがね、出庫だったり入庫だったりする路線ですね。今高島平駅に着いたわけなんですけどね、屋根がですね、なんとね、これトーマスに出てくるなんか駅に似てませんですかね。駅といっても大きなあの駅に似てませんですかね。さあ、というわけですね、新高島平をですね、出発してですね、次はね、終点の西高島平まで向かっていくわけなんですね。ここからがですね、本題のね、動画となっていますね。とある路線と直通するはずだったのが直通できなかったっていう。次は西高島平、終点です。お忘れ物のないようご注意ください。お出口は右側です。都営地下鉄をご利用くださいましてありがとうございました。 Thank you for using the Mitamon. The next station is 西高島平R27, the final stop. The doors on the right side will open.
もう気がつけば終点の西高島平まで着きましたね。結構近いもんですよね。ほとんどさ、直線なんでね、まあ早く感じるのは、まあ当たり前ですよね。ですね、この先はですね、なんとね、奥行きたいんですけどね、行けないんですよね。なんとね、これね、確かね、相鉄直通して、そんななんか8両編成分のその車両がここまで来たら、確かね、この奥まで行けるんですけど、もうなんかあれですよね、行けなくなったんですよね。もう本当ね、行きたかったんですけどね、まあこれはね、まあ仕方ないですよね。やっぱ都議鉄の問題でもありますし、にしてもさ、もう6300ももう時間の問題だと思うけどね、まあ、まだ大丈夫だと思うんですけど、まあ早めに記録した方がいいですよね。三田線にはですね、なんとね、ワンマン運転で運転されているため、車掌さんがね必ずいないんですよね。なんか車両来たね。分かりにくいか、どうせ入線したから分かるでしょ。三田線はね、車掌さんがいなくワンマン運転で運転されるわけなんですけどね、なんか結構先にね、なんか特に6500とかのことすら考えてもない時でも、コロナの時も関係なくても、もう元からね、ワンマン運転化されたわけなんですよね。元かどうか知らんけどね、東映の中では結構珍しいですよね。三田線の中ではワンマン運転っていうね、それが珍しいですよね。ちょっと放送かぶっちゃったな。そこベルト発射命令って合成でどっちも直すっていうね。はい、見てください、ほら車掌さんが今ドアを押したような雰囲気ないでしょ。これがですね、今ワンマン運転されている、ね、三田線なんですよね。いやー、ちょっと取りづらかったな。でこちら、この辺にはですね、東急のね、5080系がね、持っているわけなんですよね。やばいさ、東横線とかでね、企画でやってた、なんか、どっかの大会に似てるっていうのはね、まあなんだ、ツイッターとかやってる人ならわかるかな。まあ、その顔に似てますね。でまあ、こっちからのカメラからするとですね、まあ、こんな風になってるわけなんですけどね、やっぱりこっから見たらちょっと分かりやすいですね。奥のそのマンションがですね、いっぱい建ってるわけなんで、そのせいで、やっぱり直通すらできなかったんかなと思いますかね。一回ちょっと改札をね、出て、その、奥はどうなってるのか見ていきたいと思います。いやですね、改札をね、出てきたとこなんですけどね、はい。こんな感じでね、隣にはですね、なんか、車が通るようなとこがあって、ちなみにこれ高速ではないんですよ。本当に高速じゃないんですよ。こっちが高速なんですよね。この辺よく知ってるんで。ですね。こちら隣がですね、三田線のその路線なんですけどね。こう見てですね、まだここまで行くんですけど、はい、こんな感じでね、切られとるわけなんですよね。ここで切られて、あと高速道路も多分通せないでしょっていうね。これね、実はね、どこにね直通させようか、どこにね直通する計画があったかっていうとですね、こちらなんですよね。それではどうぞ。和光市まで延伸して、そこから和光市から東武東上線に直通させるつもりだったんですけどね、こちらのね、有楽町線にですね、邪魔されたわけなんですよね。この計画はですね、東武が計画してあげたにもかかわらず、東武が取り消しをしてですね、結局ね、有楽町線とね、直通することになりましたよね。なぜこのようになってしまったかと言いますと、和光市から池袋の間は10分くらいかかるのに、東上線と三田線が直通するとなりますと、和光市を出てですね、板橋区を回って都心の方に行くようになるわけですね。そもそも三田線はですね、急行運用がなく、時間がかかるっていうわけで、ね、計画をね、ボツになることになりましたね。もしね、直通していたらですね、今この走っている有楽町線と副都心線がですね、三田線の車両がですね、
バンバンね来ることになってたかもしんなかったですね。はい、こんな感じですね。あの、まあ、こういう風に分取られてるわけなんですよね。あのこういう風にね、もうどんなに頑張ってもね、あのこの先行けないんですよね。本当に和光市あの行こうと思ったんですけどね、あの副都心線でね、あの邪魔されたわけなんですよ。まあこういう風にちょっと人がいる、車もいる、まあそれは仕方ない。これですね、もし直通したらさ、多分あの僕あの和光市からあの西坂暇平まで行けたんですけどね、やっぱり東京メトロのね有楽町線がね、あの全て奪ったってわけなんですよね。なんかこの辺通ったことありますよね。僕もね、まあ、僕もねこの辺ね、あの免許取った時もね、あのこの辺このね、なんか道路よく使ってましたね。こういう風にね、あのちょっとナンバー見えるな。まあこういう風にね、あのね普通にね運転してたわけなんですよね。で上には高速道路も走ってて、こいつはなんていうのかな、俺高速の名前とかはあんま実はよくわかんないんですけどね。首都高とかだなんとか線とかはわかるんですけどね。まあこの高速道路はちょっとわかんないですかね。でこっち行くとね、あのねこっち側もね結構高速道路かなと思うんですけど、実はねこれ一般道なんですよね。でこの真ん中のが高速道路っていうね。僕はね高速道路をね運転したことあるんでね。さあというわけですね、今日の動画ここまでしたと思います。というわけですね、今日はですね三田線とね東上線がね、あの直通しようと思ったが有楽町線にね、全て奪って結局三田線をね、西高島平まで終点に行ってしまったっていう風な動画でした。皆さんもね三田線にね乗ってみてくださいね。今だと新型の6500系がねデビューしているわけなんですけどね、まあ、そちらもね今後乗ってみたいなと思います。で僕はですね今この時高島平駅までね歩いて帰ってきたわけなんですかね。というわけで締めが中途半端ですが、今日の動画ここで締めらせていただきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではさよなら。